皆様こんにちは。ファンパスアートのいろはです。今日はファンパスアートで恵方巻きを描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られています。こちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙に恵方巻きと中に入れる具、それから梅と梅の枝、それから大豆の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。でこちら後ほど切り分けて使っていきます。細かい方も小さな型も使いやすいようにカットしておきます。それでは背景から塗っていきたいと思います。であらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を着手で削って準備しています。黒色や緑色、黄緑色、ピンク色やオレンジ色、黄色、茶色、ホエ茶色などを削っています。コットンを四つ折りにしてパレットから色を取って塗っていきます。で続いて恵方巻きの型を合わせて動かないようにテープで固定します。内側に薄く黒色を塗っていきます。続いて内側のシャリの部分を切り離していきます。切り離したのりの部分を合わせて動かないようにテープで固定します。で続いてこちらのシャリの部分の色を消しゴムで消していきます。で続いて内側の具の部分の型を合わせて好きな色を内側に塗っていきます。続いて大豆の型を合わせて内側に色を入れていきます。茶色を薄く塗ってから少し消しゴムで色を白く消していきます。好きなところに数を増やしていきます。続いて枝の型を合わせて内側に茶色を塗っていきます。梅の花の型を合わせて内側にピンク色を塗っていきます。下地の枝の色が重なるところは消しゴムで白く消してから塗っていきます。白ペンで細かい部分を描いていきます。花の中心部分と小さな光を描き入れていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これで恵方巻きの完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。